クライアントさんと話すときは、なんかこう、録画とかできるんですか？録画？録画、録音？ああ、できますよ。はい。もし、可能であれば、例えば録音しておいて、文字に起こして、ちょっとこう修正してみるとか、例えば自分のね、復習をするとかでもいいんじゃないですか、まず。こう何も考えなくて話しているときに自分はどんな言葉を話しているのかっていうのをまず知る。で、あ、見たら多分、あ、ここ間違ってるじゃんって多分気づくと思います。で、修正した後にもし親切な日本人の方がいらっしゃれば、ちょっとこれどうですかって、文法的にどうですかって聞いてみてもいいと思いますし、もう私に聞いてもらってもいいですし、なんかそう、一度自分でまず知る。が一つ目のアドバイスかな。